バグってる？ニコニコ。あ、ニコニコバグってるわ。もうダメだ。やめっか。配信できてんのかな？完全にニコニコバグり散らかしてるわ。バグってますかね？ニコニコ動画。ツイートされてる？コロナおじこん。どうも。あれ、ツイートされてない。なんかニコニコ、配信できてる？これ。もしもーし。もしもーし。ツイートされてねえもんな。バグってそう。ニコ見ニえてるコ、よ。見えてる？コロナになっちまったかもしれないね、みんな俺。もしかしたら。コロナに終わったわ。まあ、しゃあね。切り替えていこう。コロナになっても。そろそろ来る時期だもんね。でもツイートされてないんだよね。不思議。バグってやがるわ。まあ、いっか。プリン最セス近コでネクす。トリダイブ。なんか体調悪いなって思ってたんだよ。今日。あなたの力をこれまでより強く感そしじたまらす。微熱があったわ。あ、これ引きます。せい、キラ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 、パーン、出ません。来い。はっ、キラ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 キ
繋がんねえみてえだからよ。まあ、やんなくてもいいかな。配信。寝た方がいいかな、飯食って。あったかくしねえのが一番いいかもしれない、飯食ってあったかくしねえのが。くしゃみだぞ。お腹が空きましたね。さあ、へえ。とっても強いんですけど。それが一番いいのかもしれませんね。ニコニコの調子悪いみてえだから。ニコニコ調子悪す。ワロス。わらわら。あ。これ多分倒せねえな。あ、今すげえ適当にやっちゃった。やば。なんだっけあの子。あ、倒せんじゃん。あー、それで死ぬけど、あ、倒せるわ、すげえ、ふい、やるじゃん、倒すなんてやるじゃん。我々の勝利だ。おわい、あ、ランクアップできた。やばい、可能性あるな。超えれたな今。可能性あるな。いけるんだな。後で見よう。何の編成に勝ったか見よう。案外こういう適当な気持ちが俺を強くするのかもしれない。イコロナレイン、みんな無事ね、よかった。このタイミングで風邪ひくとやだな。なんかこのタイミングで風邪ひいちまったらね、これはもうそれじゃん。それはもうそれよ。正直。まあ別に普通に風邪もひくけどね。手洗いうがいめちゃめちゃしてるのに風邪ひくってどういうことよ。もう普段より必要以上に手洗いうがいしてんのに俺なんて。シンプルに免疫力雑魚じゃん俺。ねえ。思いませんか。あたしゃ思いますけどね。歌姫でかかったのか。いやー、コロナってるね。出る MV いつだっけ。歌姫が2月の23。あ、ちょうどちょうど2週間経ってるよ。おい、まさか
歌姫はちょうど2週間だぞ。これはまさか可能性ありますね皆さん。歌姫庭園からちょうど2週間経って微熱出ましてますけども、まさかだとしたら、あそこの空間にいた全員がもうコロナにウイルスにかかってしまったと言っても過言ではありません。なぜなら私はあまり売れていないからあまり売れてない私がかかってしまった時点でもうそれはコロナですね。蔓延してます。イカは元気そうだったな。本当に。でもこの間俺さ、すげえ薄着でさ外出ちゃったんだよね。これ友達に遊びに行った時に、あの死ぬほど薄着で外出ちゃって、一昨日ぐらい、2日前か3日前ぐらいに、超寒かったな帰り道。それかな、シンプルにそれで風邪ひいた可能性ある。自業自得じゃん。シンプルにそれで風邪ひいた感はある。いやなんか最近温度ガバガバでさ、暑いのか寒いのか分かんないじゃん。だからしましたよ主様。だからさ、なんかそんな感じ、そんな感じ、そんな感じ、今の私はそんな感じ、スイも甘いもしったりぽっちゃり、吸ったらパステラいい感じ、ベベベステンデイ、ベベベベベステテデデデデベラデデデデデデン、君も君も君も全部。今もさっきまで友達とゲームやってたんだけどさ、オンラインでね、オンライン対戦してたんだけど、友達と。なんか地味にね体調が悪い。ビビビビ微熱だけどね、 37.2 度だったから、なんか気持ちなんかゾクッとする寒気が、まあ、風邪って感じ、ザザ風邪っていう症状を今ね体感しておりますけども、どうなんでしょうかね、果たして、はたまた、さてはて、はてさて、楽しみに交互期待、私がどうなってしまうのか、皆さん交互期待です、よろしくお願いします、お楽しみに。え、消費マナー、おお、えぐ、今やっぱニコニコなんか繋がんねえみてえでさ、あんまり本当はもうたくさん、今日は早く寝て英気を養って明日とかにやった方がいいのかな。そっちの方がなんか良さそう。今日はちょっと体調悪いから、調子悪おだから無理せず、ふぅって感じかな。バコ、ニコニコ重すぎてくるのに8分かかったんだが。やっぱそうらしいね。やっぱだから今日いいかな、ニコニコやんなくて。もうしまいにしちゃっていいかもしれん。同じく。調子悪いみたいだよね、ニコニコね。主様、旅のごめんな、大切な8分間俺に使ってくれて申し訳ねえわ。本当は。いつまでだっけあれ、アマナちゃん。そろそろやらないとやばいんだよね。アマナちゃんやらないとやばいからやりたかったんだけど、まあ別に風邪ひいて超調子悪いわけ、なんか気持ちなんか、あー寒気するなぐらいだからさ、咳とかも別に出るわけじゃないし、まあ気持ち頭も痛いかもしれないけど、やばいは気からなんで、あんまりそういうのはないんですけど。だから全然配信しようかと思ってたけど、まあ今日ニコニコ調子悪いんだったら寝てしっかり休んで明日とかにいっぱいやった方がいいかもしんねえな。強いんですけど、その分お腹が減るんですよ。特定の条件を達成すると危ないし、重症化したら死んじまうからよ。受け取ることができ、俺たちは勝負に負けたから二人に付き合ってるっていうのもあるけど、私自身目的がなかったの。お腹空いてきたから飯食って
あったかくして寝ようかな。シャニガシャは来週火曜まで。来週の火曜、ありがとう。風邪気味だからしばらく外出るの禁止な。10日、そうだね。風邪気味のうちはあんまり、治るまではゆっくりしたのがいいかもね。まああんま元から外出ねえからあれなんだけど。元から大して外出てないんで、いいんですけど。大変だよな。そういえばとうとうニャルがダンジョンワンパンしたぞ。え、あれドラゴン、マジで俺できる？無理かな、さすがに。もう本当にやばい。しかも37秒残し。え、ちょっと詳しく教えて。詳しくやりてえ。俺もできねえかな、まだいろいろ星6とか必要なのかな。報酬がもらえますよ。チェックしてみ。ムーサの街ハロキョ必要。あー、じゃあ無理だ、引退。あ、でも誰かに出してもらえばいいのかな、ハロキョか。お腹が空きましたね。ダンジョンでだ誰かに出してもらえばワンチャンいけるのでは。無理かい。あと6魔法。あー、6魔法は全然もういけるよ俺。まだ無理かな。魔法姫どこ行った。あれだけ上げてレベル上げてないんだっけ。魔法魔法リン。あー、レベル1だわ。キピュアメモピもなんか間違えて57集めちゃったし、全然6魔法はいける。メモピもいっぱいあるし、うん、それいけるな。ハロキョ欲しい。そう考えるとこの姿とっても強いで。もシマム当てなきゃいけないからよ。シマム当てねえといけねえからよ。ゆいちゃんとゆいゆいちゃんってピースどんぐらいあんの。あ、結構あんな。メモピもうそんなあんだ。じゃあ別に集めなくていいか。レイちゃん集めよう。レイちゃん、君も君も君も全部絶対ちゃしちゃダメなのよ。マジでニコニコつながんねえのかな。ニコニコ何してんの本当に。もうやだな、ニコニコダメだわ。こっちのやる気をそぎやがるよね、いつもニコニコは。なんか知らんけど、なんでそんなことするのって思っちゃうわ。こっちはやる気なのに。やる気元気その気。外部から攻撃されてるらしいけど誰が攻撃するんだよ。ニコ今のニコニコ動画誰も攻撃しねえだろ。私の大切なもの。デイリーだけやっとくか、シャニの。アイドルマスター。ででプロデューサー、みんなに笑顔を届けるの。早くしねえと。ステージっていう場所が。プロデューサーさん、行ってきます。大丈夫、慌てますから。ポビン。お腹もついたな。ご飯も食べたい。大丈夫、慌てますから。これでどうだ。やりましたね。インフルエンザとかあったらいいんだけど。ここからは結果逆に慌てますから。完璧だわ。全力やりましたね。ありがとう。このタイミングで。いや、寝起きじゃないよ。さっきまで友達とゲームやってた。ずっとプロデューサーさん、オンラインバローをしてた。インフルの方が私立高いな。俺インフルエンザマジえげつながらかかってた時期があってね。毎年かかってた時期があるんだけど。ここからが本番ですよ。大丈夫、
すげえ俺ね、病弱なの。なんかね、病弱感出してないんだけどね、めちゃめちゃ病弱なんだよね、俺。全然病弱感なさそうじゃん、俺って。すげえ病弱なんだよね。本当やめてほしいわ。よく病気がちになる。10日までか。じゃあまだ結構あるな。今日6日だもんね。7日か多分。まあ明日ぐらいに早めに起きて、今日は調子、ニコニコの調子も悪いし俺の調子もあんま良くないみたいだから、さ、もうこれで締めにしよっか。以上で、なんかいつの間にかあれ終わってたんだよね。なんだっけ、無料単発デレのミリオンはやってんのに、デレは短いよ、無料単発が。まあそんな感じで、じゃあ一旦草わらわら、あ、こんばんは、草わらわら、終わります、わらわら、草わらわら、終わるところで、草わらわら、あれデジモンコラボ記念だったからな。ああ、そういうことか。終わります。今日は配信の調子が悪いようなので。よっ、終わるよ。ごめんね。また明日、俺も体調万全にした上でやっていきたいと思いますので、その時もよろしくお願いします。それでは、どういたしましょう。お疲れ様でした。草に気をつ。以上。